はい、皆様こんにちは。テニスメディカルトレーニングラボの須賀です。昨日こちらの動画アップさせていただいたんですけども、テニス陽子さんでいいのかな、コメントを頂戴しました。どうもありがとうございました。昨日はですね、モデルさんにちょっと足を使わせていただいて、そこにキネシオテープ貼っていったんですけども、自分自身のふくらはぎに貼る方法はないのかというコメントだったんですね。あるんです。ただ、昨日の方法で自分で貼ろうとすると、ちょっと難しいかなと思うので、やれないことはないんですけど、ちょっと難しいかなと思うので、今回の動画はですね、もうちょっと簡単にして、自分自身で貼れる方法っていう形で紹介をしたいと思います。はい、それではですね、まず貼る場所なんですけども、仮にこれ、ちょっとこれ枕なんですけども、これを仮に筋肉に見立てたときに、この外縁って言えばいいんですかね。この外縁。これに対してキネシオテープをこう貼っていくようなイメージになるんですね。なので、ふくらはぎのみならずキネシオテープを貼りたい場合は筋肉の場所、外縁がわからないとうまく貼れないんですね。なのでふくらはぎの場合は触ってわかりますよっていう方は別に何もしなくてもいいんですけども、まずこうつま先を今回は立ててもらうと、僕としてはここが外縁で、触りやすいなって思うんですけども、ちょっとこれでわからない場合はこんな感じで立ってもらうんですね。で、ちょっとこの時点でもちょっと山が見えてると思うんですけども、さらにかかと上げるとここにボコって出てくるのわかります。もちろん筋肉量によってちょっと変わるんですけども、僕の場合はここがこう山で見えてて、これ画面だと分かりづらいと思うんですけど、もう目で見てもらうとすごく分かりやすいんですね。なのでこの外縁っていうのがちょうどこの辺ですよ。アキレス腱がここで、そこからこう太くなっていきましょう。ここに1本。で、ここに1本貼ればいいんだなっていうことが、この姿勢をやるとグイッと分かりますよっていう形になります。昨日はですね、こちらのキネシオテープを除菌とこう、切ってこう二股に分けてって Y 字テープっていうのを作ったんですけども、ちょっとそれを一人でやろうとすると難しいかなと思うんですね。なので今回は I 字テープって言って、ただ除菌と切ったテーピングを2本使います。で、その2本のテーピングで外側と内側のふくらはぎの縁を囲んでくるっていう形にしたいんですね。なので今回はかかとの下までかけずに、ちょうどかかとの上ぐらい、ここら辺のアキレス腱から狙っていきます。なので、テープの長さとしては、こちらの、外くるぶしぐらいのところから、ふくらはぎの上ぐらいまで。で、昨日もお伝えしたように、ふくらはぎってここら辺までくっついてるんですね。膝裏の上までくっついてるんですけども、基本的には膝裏をまたいでテーピングを貼っちゃうと、結構この曲げた時にここがごわつくみたいな感じで、結構嫌う選手が多いんですね。なので僕は膝関節の下で終わらせちゃうことが多いので、外くるぶしぐらいから膝関節の下ぐらいまで。で、キネシオテープはほとんど引っ張らずに貼るので、貼りたいところから、この場合はちょっと戻してあげるぐらい。これぐらいの長さがあればちょうどいいかなと。で、また印をこうちょっとつけてもらって、これに対してキネシオテープを除菌と。で、今回は2本使いたいので、同じ長さのウィーンっていうテーピングを、もう1本、初期と。こんな感じで普通に。で、昨日はお伝えしなかったんですけど、結構テニス、テニスだけじゃないですけど、スポーツやってると、擦れたりして、テープが剥がれやすくなっちゃうんですね。で、その剥がれやすくなっちゃう原因がこの角っこのこの90度のところなんですよ。なのでそれをちょっとね、カットしてあげるんですよ。丸くこんな感じでちょっとで、こうやってちょっと丸いカーブになると剥がれづらくなるので、ちょっと剥がれやすいの嫌だなって思う方は四隅をこのようにちょっと丸くしてください。絶対じゃないです。これをやったからより、効き目があるとかそういうことではなくて、ただの剥がれづらくするためのカットの方法です。テーピング切り終えたところで、早速貼っていきたいと思います。とにかく、キネシオテーピングを貼りたい場所は、ストレッチさせなきゃいけないという、決まりというかルール、貼り方があるので、ふくらはぎのアキレス腱のストレッチは、つま先を上にすることによって伸びるということで、この形を作ります。で、
まずは外側から貼っていきたいと思うんですけど、まあ、こんなようなイメージになりますよね。はい。なので、テープの端っこをあんまり触らないようにして、まずは、これ仮置きでまた構わないので、アキレス腱のちょっと外側ぐらいですかね。ここら辺を狙ってちょんちょんと貼ります。で、とにかく、テープの端っこはしっかりと皮膚になじませるようにつけてください。で、ここからストレッチですよね。ふくらはぎのストレッチを入れて、ふくらはぎの外縁を狙って、本当に引っ張らないです。まあ、ちょっとあえてテープ全部取っちゃいましょうか。はい。こんな感じで取ってもらって、ふくらはぎの外縁を狙って、もう本当に置いてるだけです。で、とにかく擦る。このテーピングを皮膚になじめなじめって、まあ、念じる必要はないんですけど、もう本当にこう擦っていきます。グッタン。で、僕、ちょっとまあ、当然ですけど、すね毛があるので、特に男性の方は本当に擦り込まないと、毛と皮膚とテーピングがこう、うまくこう密着しないんですね。すごく気になったり、ちょっと変な話、毛が多い方は、剃っちゃった方が、キネシオテーピングとしてはすごく貼りやすくなります。まあ、そこまでやるかはちょっと個人の、自由になってしまうんですけども、こんな感じでどんどん擦り込んでいきますね。もう一本使って、内側も同様ですね。今度は内くるぶしのちょっと後ろ、まあ、外にも貼ってあるんですけど、そこにちょっと重なるようにして、またこれ仮置きですね。はい。で、こことにかくしっかりとくっつけてあげると。で、そこからビューっとテーピング引っ張ってきてもらって、で、またストレッチですよね。つま先上にして、ふくらはぎの外縁狙って、本当に引っ張らないです。もう本当にちょっぴりテンションをかけてあげる形で、ふくらはぎの、今は内側のふくらはぎに貼ってるんですけど、それの外縁ですよね。そこに向かって、もうテープを置いてきてあげる感じ。で、これまた同様にしっかりと、擦り込みます。こんな感じですかね。これで完成になります。これで見えますか？完成形がこんな感じですね。外側と内側のふくらはぎをこう囲い込んでいる。こんな感じのテーピングになりますね。もう触ってみると、もう右のふくらはぎと左のふくらはぎも全然もう緩さが違うんですよ。もう本当にタプンタプン。まあ要は緩んでるからこういうことになるんですけども、まあ画面だとちょっとわからないですよね。もう皮膚とかがすごくもうゆるゆるになるので、まあ相当ふくらはぎの緊張が取れたなっていうのがわかります。で逆に言うとこれがわかるとうまくふくらはぎのキネシオテーピングが貼れてますよっていうことになりますね。はい、皆様、並びにテニス陽子様、いかがでしたでしょうか。ふくらはぎだけではないんですけれども、キネシオテーピングを貼る上で、まあ、重要な点としては2つ。まずはその貼りたい場所の筋肉の場所がしっかり分かっているかっていうのが1つ。あとは皮膚と同じ張り、同じテンションで貼るっていうことがすごく重要なんですね。なのでキネシオテーピング貼るときにテーピングすごく引っ張らないでくださいっていうのはそういう意味合いなんですけども、これちょっと見ていただきたいんですけども、この時点でもちょっとわかるかなと思うんですが、これ引っ張るとより分かって、この螺旋状というか、このテーピングの作りがこう波打ってるような形だっていうのが確認できると思うんですけども、これなんでかっていうと、筋肉の繊維に沿ってこれをポンって貼ると、この波々の状況が血流をより促しやすくしてくれるんですね。もちろんテーピングを皮膚に貼って、この皮膚がテーピングによって持ち上がるから、まあ、筋肉がこう引っ張られて血流が良くなるっていうのもあるんですけども、基本的にはこの波々の作りに血流を乗せてあげるっていうのが最大の特徴なんですね。なのでこのテーピングと皮膚のテンションが違っちゃうとうまく血流が流れていきませんと。要はキネシオテーピングでそのここになんか薬品特殊なものがなんか塗ってあるかっていうと全然そうじゃないんですよ。本当にこの作りが全てなので、ちょっと練習は必要なんですけども、この線に沿って筋繊維と合わせて貼ってあげるっていうのがすごく重要になってくるので、まあ、一つの特徴としてはちょっと筋肉の場所によるんですけども、蛇腹になってると皮膚と同じようなテンションで腫れてますっていう一つの意味合いにもなりますし、あと違和感とか異物感、僕まだ貼ってるんですけど、それが感じられなくなるような形になると、要は皮膚とテーピングのテンションが違うと違和感につながるんですよ。
逆に言うとそれがないと、まあ、うまく皮膚に馴染んでいるなっていうテンションになるので、まあ、なかなか最初難しいと思うんですけども、しっかり練習してもらえれば誰にも簡単にできると思うので、ぜひ練習してみてください。やっぱりトレーナーとして現場にいて、あっつったつったって言われると、まあ、まずはやっぱりふくらはぎもしくはもも裏なんですね。まあ、それだけテニスをやる上でふくらはぎっていうのはすごく負担になる場所なので、まあ、ちょっと痙攣しやすいなとか、釣りやすいなとか、痛み、違和感と疲労感が溜まりやすいなという方は、ぜひちょっとこのキネシオテーピング試してやってみてください。それではですね、また次の動画、何か他の部位がやってほしいなとか、他のテーピングやってほしいなってことがあれば、コメント欄に頂戴いただければ、また動画の方を作成させていただきますので、ぜひですね、皆さんテーピングの方を試してやってみてください。それでは、怪我のないようテニス頑張ってください。それでは。